梅原ラジョ。メハラジョ。メハジョ。メハジョ。メハラジョ。梅原城はいメハラジョです。第何回かは忘れました。あのしょさんがですねちょっとし本業の方が忙しくなってきたみたいなのでちょっとラジオは、えー、一人でやろうかなと。 いうことですね。あの、楽しい小話があいのはちょっと寂しいんですけど。というわけで、いきなり、じゃあ、え呼、ー、んじゃおうかな。ちなみに、俺、多分、アクアとは、まともに会話をしたのはほとんどないですね。うん、今日が初めて、かな。うん。なんで、どんな感じになるかっていうのはちょっと、楽しみなんですけど。じゃあ、早速、はい。 あ、来ましたね。あれ、来てるよね。はい、アクアさんです。こんばんは。<laughs> ええー、初めまして、アクアです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。どうもどうも。なんか、久しぶりの。マイステー勢が。いて。私ても。たちい,い,、はい。なんか。嬉しいですよ。いやー、<laughs> でもね。本当に、あの、冒頭に梅原さんもおっしゃってましたけど。うん 多分梅原さんと、まあ、に、認識は多分あったと思うんですけど、うん、ちゃんと話したことって本当なかったと思うんで、うん、あのね、結構勇気いったんですけど、ああ<ー>、<laughs> そうなんだ。ちょうどあの、今のタイミングで、うん、まあ、この後もいろいろ話すと思うんですけど、うん、えっと、まあ、結構状況がすごい変わって、うん、まあ、これから頑張っていかないといけないとなっていうところなんで、うん、うん。まあ、なんかこう、変に、 なんか気にするとか恥ずかしいとかプライドみたいなのを、うん、うちマジでちょっと今どうでもいいなと思ってああそんなこと言ってる場合じゃねえとそんなこと言ってる場合じゃねえとああなるほど結構周りにも言われたりしてああそうなんだああそうっすねそうっすね、うん、まあまあちょっと思い切って声かけさせてもらいましたああなるほど全然全然まあ俺は基本あのそういう前捨ては通らなかった人は 取らなかった人いたかなごめんなさい、した言えるかどうかわかんないですけどね。まあ、基本は、あの、出てもらってますね、それは。まあまあまあ。うん。で、なんかあの、えビッグニュースを発表、ノートノートってやってんのかなまあ、ね。ブログみたいなもんがあのかなそうです、そうです。まあ、なんかブログみたいなやつなんですけど。ビッグニュースを。はい。ね。そうっすね。 ビッニュースまあでも結構でかかったっすね知らない人もいると思うから一応じゃあ改めてねうんはいと一応先月の8月末付けでで僕今、えっと、36なんですけど、うん、時戸とかフードとか桃地とかと同い年でああなんか黄金世代の話をするときにフードがいつも名前出してたよフードは結構昔から 昔僕フードと一緒に統一のチーム組んでたんですけど。えっと、ストーストフォースね、スト4。へ、えー、はー、い。その時のチームが黄金世代だったんですよね。ああ<ー>、ーそうなんだ。へ、え、ぇー。そうそうそう。そう。で、その辺と同い年で、で、まあずっと、えっと、社会人で、普通に仕事もしながら、うん、まあ格闘ゲームをずっとやってたんですけど、うん。えー、まあ先月末で、えー、会社を辞めまして、うん。 で、まあ、一応サラリーマン自体を、えー、と一旦やめて、うん、まあいわゆる脱、まあ、サラみたいな状態になって、うん、で、これからは、えーまあ、一応僕プロライセンスは持ってるんで、形上はプロゲーマーになるのかもしれないですけど、<laughs> まあ専業でゲームとか、まあ、あと配信とか、まあ、いろんな活動でちょっと専念してやっていこうかなって。 思ったタイミングですねそれってさでもなんだろう多分俺が聞いた中では最年長じゃないかと思うんだだと思いますねあの。しかも仕事を辞めてるでしょなんか例えばねえっ、ー、とお前にそういう「なりたいな」なんて言いながら。 で、うんうん、その後、まあ、スポンサーから声がかかってなったって人も何人かしてるけど、やっぱ年齢的に20代前半とか。そうですね。まあ最近、最近って言ってももう結構経っちゃったけど、まあ、川野とか、あい大学休学してこっち来たりとか、あとは、まあ、スト5初期で言うと、五一とか、はいはい。え、モケとかあの辺かな。うんうん。でも、彼らはまだほら、なんていうか、うーん、まあ、 彼らは彼らで人生の大事な時期ではあっただろうけど、まあ若かったからね、うん、そんなにん聞いても、うん、ああそうなんだ、えー、あ,あまあじゃあ目指したらいいんじゃないのくらいで思ってたけど、うんうん、すごい決心だよね、36歳から。うん、そうでするたぶんねう、客観的に見たらそうだろうなとはすごい思うんですけど。うんまあ、結構個人的には、 うんとまあ、もちろんあの、全然気軽な決断じゃないんですけど、うん、なんか、そこまでも、これが無理だったら、もう俺は人生積みますみたいな、そんな覚悟では別にないと思ってて、<ー>うん、逆に言うと、まあ、この年齢までこう、まあ、社会人としてやってきたのもあるんで、うん、もしね、最悪だめだったとしても、ま,あ、また、まあ、働けばいいっていうのは、うん、一応、自分のキャリアとしても、そんな仕事に食いっぱれることはまあ多分ないと思うんで、うん なるほど。なんで、でもこのタイミングなのとね、ま、いくつかあるんですけど。6はやっぱり関係してるあるめちゃくちゃあります。そりゃそうだよな。そりゃそうだよな。6が出るかどうかわかんないのに、この5末期でプロとか言ったらちょっと、神経疑うん、そこは、さすがに6が。はい で、まあ一応来年まあストシックスが出ると言われていて、うん、あとリーグオブレジェンドの格ゲーとかも出るって言われてるじゃないですか。はいはい、そうだね。うん。一応まあ来年っていうふうに言われてて、うん、だからまあ結構、格ゲーとしてはまあビッグイヤーになるかなと思ってて。まあ受けが広いっていうのもあるよね。このゲーム微妙だなとかさ、ね、このゲーム合わねえないなとか思っても、結構その渡れるというか、うん、そういう、そういう年ではあるかもしれないね。うん。うん。なるほど。 うんまあ、低用結構、まあ、あの大事な年になるかなと思ってる。まあ、このタイミングっていうのは、めちゃくちゃやっぱありますね。うんうん。うん、なうーん。あと、まあ、そもそも、まあ、コロナ禍になって、もうね、だから、三三十三とかですかね。三年前とかだった。ああ、そうだね。うん。で、まあ、なんか、それまで、それまでに比べて、うん。 やっぱ家で仕事するようになって、うん、ちょっと時間とかもできるようになって、なんかね、結構今後の人生とかすごい考えるようになったんですよ。ああ、ちょっと時間ができたんだ。うん、考える時間ができたそうですね。余裕ができたうそう考える時間がちょっとできて、うん、結構今までって僕仕事もまあ忙しかったのもあるし、かた、うん、やこう趣味、まあ、趣味とはいえゲームでね、結構全国とか海外とかでトップクラス目指してるような、 そういう趣味もやりつつ、仕事もやりつつっていうと、やっぱあんま考える時間なかったなって思って、結構我慢しやらにやってきたんですけど、うん、まあなんか落ち着いて、まあ、コロナになって考えるようになって、まあ、この先どうしたいんだっけなってうん、うんど。どうなったら俺って幸せなんだろうみたいなのちょっと考えるんだって。なるほど。で、まあそれでまず僕転職したんですよね。あ,あそのタイミング前の前の会社で。33歳。 そうですね。うん、前の前の会社が、まあ、あの、まあ、いわゆるゲ,ゲーム系のメーカーだったんですけど、うんあの、そこから e スポーツの会社に転職して、ウェルプレイドラゲストっていうもう e スポーツ専業会社に転職して、えー、まあやっぱその格闘ゲームとか e スポーツ業界みたいなところがまあ自分の人生でまあ一番やっぱ時間を注いできたところだし、うん、まあなんかその業界にちょっと身を置きたいなと思って、 えー、でまず転職したんですよね。なるほど。で、そのなんか e スポーツ業界の中で、なんか存在感出したいなと思って、うん、<laughs> なんかプロゲーマーとかとはまた違ったような形で、なんか e スポーツのこうビジネス的な面も含めて、なんかいいポジションになりたいなと思って転職したんですけど、うん、 なんかやっぱ e スポーツ企画で働いてると、うん、そのプロゲーマーとか、インフルエンサーとか、うん、あといろんなこうスポンサー企業とか、うん、イベントとかと、まあ、めちゃくちゃ一緒に仕事するようになったんですね。うんうん、でそれ自体はまあめちゃくちゃ面白いし、なんか可能性とかも感じてたんですけど、うん、やっぱなんかねあの、プレイヤーの人たちがより羨ましくなっちゃって。あなるほどね。うん。 裏方じゃないですか、裏方というか、まあ、支える側というか。うん、で、本当は俺もプレイヤーとしてやりたいっていうのはもちろんあったし、う,ん、うん、専業として踏み切れないままここまで来たんですけど、うん、やっぱね、心のどこかでずっと羨ましいっていうのはあったんで、うんうん、なんかね、それがこう、e スポーツ業界で働いたがゆえにね、逆に身近に感じたことで。あなるほど ちょっとこう、見て見ぬふりして、できてたものが、そうなんちょっと見て見ぬふりできなくなっちゃったってことね。いや、そうなんですよ。ですよ <laughs> 自分の欲求にもう、欲求をこう、ごまかせなくなってきたというか。そう、いや、俺もそっち側が良かったんだよな、本当は、みたいに思っちゃって。うん。うん、いや、でもさすがに今更みたいなふうに、あまあ、思いつつ、考えるよね。うん、うん。悩んでる時期もあって、うん、いろいろ相談したりもしたんんすけど、 なるほどうんあのちょっと一個疑問だったのはね、はいはい、あれもすごい有名だったっていうかトッププレーだったんでしょなんだっけ、えー、マジック・ザ・ギャザリン、ギャザ、そうですね。あれはプロシーン、確かあ,あるって聞いたんだけど。えっと、あれ僕がやってたのって、えっと僕が17、八8とかの頃に始めたんですよ。うん、だから、18年前とかなんですね。ははいい一応当時から、うん あの大きい大会で勝つと賞金がもらえて、うん、なんかプロポイントっていうのがもらえて、うん、まあメーカーからこう入賞したら賞金が当たれますよって仕組みはそもそもあったんですよ。うん、で、俺、18歳の頃に初めてマジックの大会に出たんですよ、大きな大会にね。うん、で、トップ8残って、万もらったんですよ、うん、当時は大金でしょう、それは。いや、もう、マジ年収 <laughs> <laughs> もう年収だよね。<laughs> 年収みたいな感じで。うん もともと友達と気軽に始めた遊びだったんですけど、なんかそこで結構、俺そ、そこで対戦ゲームの沼に入ったんですよ、たぶん。ああ、なるほど。うん。で、そっからマジック結構のめり込んで、海外の大会とかも行ったりしてて、当時はプロゲーマーみたいな言葉はなかったですけど、えっと、賞金で結構海外回って賞金稼いで、 でまだ次の大会行ってみたいな人たちが何人かいて、でまあ、そこまで生活かけてたわけじゃないですけど、一応海外の大会に行ったり、国内の大会に参加したりっていうので、どれぐらいやってたかな、6、7年ぐらいかな。あ、ギャザーそうですね、20前半ぐらいの頃までやってました。へぇ、それはなんか、昼っていうか、なんか,なんかしら、まあ、バイトなのか分かんないけど、やりつつ、あそうですね、ギャザーもみたいな。 学生で、うん、専門学校だったんですけど、うん、学生時代に始めてでそのまま就職して、ね、で仕事もやりつつ下山もやりつつで最高最高はね日本日本3位になって日本代表であ日本代表に,になったっていう話は聞いたんだけどへ、うん、えー、じゃあ結構そういうなんて言えばいいんだろうなロ,ロ,ジロジックを 詰めていくみたいなのは好きだし得意なんだ。そうですね。ね。多分結構考えの根本にカードゲーム思考あるんですよ、ね。そう,よね、<laughs> そうだよね。うん。うん。えー、あ、じゃあこ、こう、で、結構期待値で、まあ、判断してみたいな。いや、そうそうそう,そう。うん、俺だって、よく自分、俺格闘ゲームでもカードゲームみたいな考え方してますもん。ああ<ー>。なんかまず自分のこう、 自分の出せる手うん、うん、この場面で自分の出せる手は5個あってみたいな。うんうん、で、相手の手は3つあってみたいな。うんうん、どれ出したら有利でみたいな。うん、まあ、なんかそういう考えの整理みたいなのは結構ね、カードゲームがベースにあるような気がします。へ、えー。あのー、格闘ゲームって基本かなり忙しいじゃない、まあ、アクションゲームだから。はいはい。はいはいはい、で、なんか、 そこがこうそこうそにばっかり目がいっちゃって攻略をそこまで詰めないというかうん、うん、まあ性質としてカードゲームほどガチガチに攻略を詰めるっていうよりかは、うん、なんかこう1 0ンチでなんか通りそうみたいなのをなんかみんな覚えていくみたいなうん、うん、結構そういう人が多いからねアクアみたいなタイプっていうのは多分格ゲーの中だと珍しいと思うよね。 きっ,ちりきっちり選択肢をこう詰めていくみたいな。うんうん、うんうんうん。うん、だから逆に僕なんかこう、あんまりこう考えまとまらないうちに対戦とかできないんですよね。ああ、なるほど。何していいか分かんなくなっちゃうんですよ。あ,、えー、あじゃあ結構あれなんだ。えっ、ー、と CFL 見たりとか、する時間の方が長いみたいな。対戦してるより。そうっすね。あ<ー>なんかこう。 も文字起こしする時間長いっすわ、結構。あ、へえ。うん。この場面って、これするとこれに負けて、これするとこれに負けて、みたいな。うん。それをなんかこう、スマホのメモ帳にバーって書いてありへなるほどで。そう、なんか、しら、てか、でも調べた方が楽じゃんって思っちゃいますね。整理して、うんうん、期待値高い選択肢取った方が楽じゃんって。うん,うんうん。うん 逆にそんだけ熱心なのによく我慢できたね。だってそういうのってさ、結構時間が物言うじゃん。はい、そういう作業って。はいはいはい。なんか時間あ,あればあっただけ先に行けるじゃないそういう知,知識とかそういう攻略って、はい、あの実際のゲームのプレイをするって意味じゃなくて一、うん、日の何て言うかこう自由な時間が多ければ多いほどさ そういうプレイヤーって輝くじゃない、ね、よく、よく我慢できたね。そういう性質で。いや、あまあそうっすね。我慢できたというか、うん、いや、でもね、なかなか勇気出ないっすよ、でも。あ、そう。<laughs> 逆にね、我慢っていうか、うん、いや、もう専業でやるわ、みたいなちょ。仕事の時間も,もったいないから、うん、仕事の時間、ゲームに回すわ、みたいな。その選択は取れないっすよ。ああ<ー>、うん。我慢じゃない気がします。我慢じゃない。 あそう俺なんかは多分もうまあ俺は結局最初だったからだけどもういてもたってもいらんないと思うよねそんな生活してるやつらがいるのかみたいな格ゲーでみたいないやーそうっすねうん、うん、いやでも俺ちょっとねかっこ悪いこと言いますけど逆にちょっとその仕事してるから格ゲーに対してうん あと、その専業には勝てなくてもしょうがないみたいな。ああ、なるほど。結構自分の中であったなと思って。なるほどね。うん。うん。その,その割には、なんか、働いてる割には頑張ってるよねみたいなのを、うん、ああ。た、うん、ね、なんかね、持ってた気がします、僕。それはでも、まあ、オーカレス君の中で、やっぱあるんじゃないみんなの中に。別にその、まあそ、そういうふうに言うと、なんかネガティブに聞こえるかもしれないけど、なんかまあ、リソースとして、 うん、あのまあ仕事しながらだからまあまあこれ以上はちょっとやれないなとか踏み込めないなみたいなふうに思いながらやってると思うしだ変な話だからあのそこそこうまい人たちじゃあまあ、はい、別にそのランクで全てが決まるわけじゃないけどまあわかりやすいからじゃあウォーロードとかええ,えとあとなんだっけその一個下アルマスかアルマスの人たちがみんなこぞって仕事やめて ええ、本気でやり始めたら意外な人が頭角ら表したらっとる全然あるなと思ってやれてないから、うん、なんていうかそのねこうアマチュアでは強いみたいな感じだけどその人たちが覚悟を決めたら、はい、結構今のその中に、ね、全然入ってきちゃうだろうなっていうのは思うからそう今のその専業プロの人たちが強いのってうん まあもちろんね、もともとすごい努力したりとか、才能とかがあったりっていうのはあると思うんですけど、うん、やっぱ一番は、一番の理由は一番時間使ってるからと思うんですよ。うん、それは間違いない。うん。うん。うんまあ、あとは、ま、覚悟とかもあるし、うん。あの、本気度とかもあると思うんですけど、うん。普通にね、物理的に一番時間使ってるから、それは強いだろうなとは思うんですけど、ね。<laughs> そ,そうだね。うん。え <laughs> えー、そうなんだ。いや、でも、なんか、意外、意外だね。その、意外っていうか、なんか、はい。 その、どっかやっぱ、うん、斜めに見てるじゃないけど、まあレ、クレバーなキャラクターだったじゃないはい。はい、まあまあ、格ー好きだし、まあ結構やってるけど、まあでもこんなもんっしょみたいな感じが俺はして、はい、見てて感じたもんね、はい。はいはいはい。うん。なんかすごい意外だね。なんかすごい、ね、熱血感がさ、 うん、うやっぱ俺はプロゲーマーになるぜっつって選いことあったらあ、うん、まあ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 お前はまあなんか意外じゃねえわっていう感じがするけどアクアはなんかそういうのと対極にあるっていうかいや,いや分かりますめっちゃわかる一 <laughs> 本でやるもんじゃねえだろみたいな,かなんかそういういそう今までに、うん、結構そのわ若い子とかのそういう話を聞いたりして、うん、で一応業界で働いてたのもあるから e スポーツ業界で働いてたのもある,あるんで、うん 俺プロになってんすよねみたいな人の話を聞いたことってあるんですよ。ええーうん。まあまあ全部止めてましたね、僕は。ああ。そうな、ねうんだそう。働きながらでも方法あるんじゃないとか。ああ<ー>。うん。そんな。結構、うん、そっち側ではあったっすね。本人が。うん、でもなんか、うん、面白いね。でもまあ徐々になんだろうね。 だそういうふうに言ってたところからいきなり何かきっかけがあってバーンってなったっていうよりかはその e スポーツ関係の仕事をしつつ徐々に徐々に気持ちが変わっていってまあコロナの影響もあってとかっていうことあ考える時間ができたっていうのはすごい大きいなことだと思ってるんですけど<ー>でも多分僕なんかきっかけ例えばどっかの大会で優勝したとか、うん、あのどっかから声かかったとか多分過去にあった たたんその時にやってたと思うんですよねあーそうなんだ、うん。でもその結果とか残せなくて、うんあのー、何回かそういう話が浮上しそうなことはあったんですけど、うん、結局なんか結果に結びつくことはなくて、うん、なこうチャンスをつかめないまま羨ましいなと思いながら <laughs> ちょっと一歩外から見てたみたいな感じだったんですよ。 えち,ちなみにさ、格芸来年熱いって、はい、まあそれはまあそうなんだけど、例えば同じぐらい、ちょっと期待値というか、盛り上がりそうなカードゲームが出たらどうするの、うんのうん、まあ今は格闘ゲームですね。<ー>少なくとも。うん。だ今後自分が何をやりたいと思うか分かんないんで、うん。まあ多分僕対戦ゲームだったらぶっちゃけ何でもいいんですよ。ああ<ー>。多分ね、うん、分かんないですけど。カードでもだ、ね。でもしかしたら格闘ゲーム無理だなって思ったら、 ーードゲームに行くかもししれないし、うん、はまたたま違うゲームに行くかもしれないし、うん、それはもうちょっと分かんないです。なるほど、えー、ちなみになんか、あのー、そのノートの内容でそのスパーに呼ばれるようになったことについて結構てああ、今言ってたんだけど、はいはいはい、それはなど,どういう気持ちだったのあんまりなかったよね、今までスパーに呼ばれるって。というか僕、 そう、あの、違うゲームやってて、ストファイブじゃなくて。ドラゴンボールファイターズやってた。ああ、ドラゴンボールやってたんだ。そう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 。僕、シーズン2までストファイブやってて、で、シーズン3でドラゴンボールファイターズが発売されて、めちゃくちゃ面白くて、で、3年間ぐらい取っちゃってたんですよ。あそうなんだね。そう。で、最後のシーズンで、ストファイブもう最後だからって言って、 じゃさすがにちょっと触ってみようかなと思って、うん、でローズで復帰したんですよ。そっからなんですよね、僕。ストイブまたやり始めたのが。えー、じゃシーズン2で時間飛んで、今なんだね。うん。んあ,あ、そうそうそう。何年ぶりだ ?1 年、一年ちょい前ですね。だから。18年ん、17年のバージョンか、シーズン2だから。18、19、<ー> 20, 20、4年ぐらい。あ、違うか。21年復活してたら3年ぐらい。そっか。 ドラゴンボールやってたそうですね、開いて,<ー>開いてますね。じゃあ、格ゲー自体は続けてたんだね。全然開いてないんだ、ね、あそうそうす<ー>格ゲー自体は続けてて。逆にアーク,アークゲーで揉まれてましたよ、なんならそのな。なんで最後の年とはいえ、スト5にしたの別にゴボでもよくないゴボとか、ね。まあ一応、ちょっとドラゴンボールがコロナで結構、ワールドツアーとかなくなっちゃって、あそうなんだ、うん、結構、目標にする大会もなかなか難しいなっていう状況もあったりしましたね、うん、うんなるほどね。 あと、最終シーズンでストファイブちょっと触ったら、意外と自分がこう面白いと思えて。うんうん、で、そのままなんか復帰し,し,しましたね。なるほど。え、で、その、あれは復帰して、あの、ほら、ストフォーとかさ、うん、の頃ってさ、あんまりなかったじゃない、はい、そのスパーを。 誰か頼んでそもそもあんまなかったですよね、そもそもなかったと思うんだ。で、ファイ5になってからの、なんていうかこう、取り組みというか、だから、はい、まあ、あんまり慣れてないんだろうなっていうのもあると思うんだけど、うん、ど,どういう感じだったやってみて。あれね、いや、正直あの、まあ、ノートにも書いてあるんですけど、うん、僕、最初は嫌だったんですよ。うん スパーするのがね。うん、で、ストリートファイターリーグに、あのー、うる君選ばれたじゃないですか。はい。あれ、超意外で。うん、まあ、自分も選ばれないと思ってたし、同じローズのうる君も選ばれないと思ってたんで、うん、まあ、正直、まず、びっくりしたのが最初で。うん、で、俺、まあ、リーグには選ばれないと思うけど、残りの CPT は頑張ろうと思ってたんですね。あはいはいはい。うん。結構ローズも強くなったし、うん。 専業プロたちもローズの対策なんてどうせしないからうん、うん、結構大会で当たったら弾けるだろうと思ってでもスパーリングウリョが選ばれてスパーリングに呼ばれるようになって、うんうん、いやこれもなんか専業プロたちに結構対策されちゃうなと思ってああそうだよねだから最初はねちょっとあちょっと今後の対策されないままスト5終わる予定だったのにっ予定来るんだなと思って思って嫌だ いざいろんな人とやってみたら、うん、あの結論めちゃくちゃ良かったっていう感想になって、うん、ま,あまず <laughs> まあそのプロの人たち、まあ、強い人たちと対戦してるのがそもそも楽しいし、うん、だってやっぱめちゃくちゃ自力が上がるから、うんうん、そもそも自分のこうベースの強さが強くなってるから、うん、まあ対策されたとしても 対策した人以外の勝率めちゃくちゃ上がってるから、うんうん、多分大会の成績も上がるだろうなと思って、でも、あ、ま、とやっぱりいろんな人との関係値も作れるし、うん、あそこもいいなと思うし。そうだよね、その世界を見据えるんだったら、うん、結局あの、バチバチ日本人とやっちゃった方が楽だね。うん 楽だなと思った、俺は。そうう効率いいっすよね。効率が、うんうん、いいなっていうか。そう、うんその。日本がゴールじゃないからね。そうっすね。うん。って考えると、うん、なんかみ、やっちゃった方が結局、例えば CPT、これからコロナがね、うんあまあ、6とかになったらもうちょっと海外での大会とか増えるのかもしれないけど、そうなった時の成績の安定感がやっぱり違ってくるのかなっていう。うんうんうん 俺は、ああ、じゃあみんなでやっちゃったほうが。そう、どっちにしてもやる性格だったんだけど、とはいえ、やっぱり、プロでやってる以上は、なんか、理由付けが欲しいというか、ちゃんとした。やった方が、やるのが損なのにやるのって、なんかさすがに、それはちょっと、どうかなっていうのがあったから、ちゃんと自分の中で納得がいったというか、自分に説明ができたから、俺はやったほうが得そうだなっていう。うん、うん、うん。なるほどね。そうっすね。 まあ結構こういろんな人とやってるんですけど、うん、やっぱかなり楽しくやれてますし、やっぱすげえ強くなってる実感もありますね、今。あ、そう。うん。いや、戦った時点でもうすでに相当、うん、そんななんか3年もやってなかったとは思えないぐらい。でもまあ確かに名前聞かなかったなて思ったけど。そうなんですよ。うん。実はね。ええー。そっか。え、ちなみに、 あの、なんだ。はい。具体的にその、就職してたときのー、e、スポーツ専業のはい、はい、なんかその会社ええー。では、何やってたのえっと、うん、まあちょっとあんま具体的なことは言えないですけど。ああ、言えないのか。うん、うん。あのー、僕がやってたのはね、大体あの、そのプロゲーマーとか、うん、インフルエンサーとか、うん、あのー、まあ、いわゆるこう、 e スポーツ業界での影響力を持ってる人、うん、たちに、例えばじゃあイベント出演の依頼を出したりとか、うん、まあスポンサーの、えー、っと企業さんとつなぐ紹介をしたりとか、うん、結構そういう人にまつわる仕事をしていることが多かったですね。ああ<ー>。んかこう、イベントをこうゴリゴリ現場で回しますみたいな。ああ、そういう感じか。タイプではなくて、ああ、違うんだ、ね。うん。じゃなくて、こう、割と。<coughs> こうプロゲーマーとかインフルエンサー周りの仕事をさせてもらっていることが多かったです。ああ、なるほど。ちなみにあの業、業界的なところで言うと、ネモ、うんねねね、さんいるじゃないですか。うん。ネモさんが今、ウェルプレイドアイレスがマネジメントしてるんですよ。ああ、はい、はいはい、そう、そうだよね。うん。そう、事務所的な感じで、うん。で、そのネモさんのマネジメントの担当も僕やってました。うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。へ、えー、え。じゃあ、ネモとかにも相談したの あ、ネモさんにも話しましまた、ね、あ<ー>僕、僕、ちょっと仕事辞めて、ネモさんみたいにプロになろうと思うんですよね、<laughs> つって。止められそうなやつだね、しかも。<laughs> 止めてきそうなやつが。えまあ、普通に、うんな、なんでっていうのをいろいろああ、そうだよね。意外。<laughs> で、まあ、いろいろ説明してやったら、やったらいいんじゃないつって。えでも、ネモさんの影響、かなりありました、正直。あまあ、でも似たような。 そうですね。うん。は近いっすね、うん。そうだけどないや、でも、うん、なんか一人でもそういう多くね、やる気のある人が。うん、えじゃあ、チームがいいっていう感じえっと、ちなみに、あの、現時点だと、別にどこのチーム入るとか全くないんですよ。うん、あ、本当そこは。あういう当てがあるとかも別にないんですよ。 募集中なんだねそう、だからこれから本当にやんなくちゃいけなくて。うん、で、まあ、一応今後のそのまあ目標っていうか、うんとまあ、成し遂げたいことで言えば、うん、まあやっぱ来年のストリートファイターリーグとかには出たいなと思ってるんですよね。まあ、ど,どんなこと、はい、はい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 。うん、<laughs> やっぱそのためにはどっかに入んなきゃいけないとかあるだろうし、うんで、そうなれるためにはどうしたらいいのかっていうのは結構考えて。 やっていかなきゃいけないなとは思ってますね。う,ーんうん。うん。なんかその、企業にアピールするというか、はいな。なんだろう。まあ、この場でそんなにアピールになるかどうか分かんないけど、な、言うとしたらどういうことがあるわけ自分を、いやでも、セールスポイントは何なので、まあ、正直言っても来年テスト6じゃないですか。うん。だから、なんかゲーム内のことはまだ、僕難しいなと思ってて。うん。 なんか今言で僕はあのその逆にこの年まで社会人で働いてきて、うん、で e スポーツ業界でも働いてきたんで,でもそこの知識はどのプレイヤーよりもあると思うんですよね。うんうん、でそのチームで選手として活躍することって、うん、まあもちろんそのゲームで大会で勝つとかがまあ一番大事だと思うんですけど。うん そのまあビジネス的な動きもあの当然大事になってくるじゃないですか。うん、その辺のリテラシーはまあ相当高いと思います、ね。あなるほど、うん、あんなら別にチームのマネジメント的なこともできると思うし。うんうん、そっか。じゃあ結構用途が、用途の幅が <laughs> プレイヤーでやりたいけど使い,使いやすいと思いますね。<laughs> <laughs> なるほどね。<laughs> なんなら、ね、<ー>別に対企業さん相手の。 ももいくらでもできますからねあ,かうんまあまあまあでも <laughs> まあなんせ一番はその競技者としてやりたいっていうのはもちろんあるんで、うん、まあ6でその妥当に選ばれるよねっていう実力をつけるのがまあ一番、ね、なるほどね当面の目標なんだね、うん、そうっすねうん5のうちは、えっとねまあ難しいかもしれないですけど僕別にカプコンカップ最後の やつに出るのもまだ諦めてないんで、うんうん、直前予選あったら絶対行きたいし。ええー、それ海外でもってこと、うん、あもちろん、もちろんす、ろんすえー、現地で。アメリカにみたいな、うん。そうっすね。あ<ー>そこで、マ、まあ、スト5でもねあの、最後にちょっと実績とかも残せるようには頑張りたいなと思ってるし。うん 結構ね、海外の大会とかっていけるんじゃないかなとか思,う思ったりもしてるんですけどね。ローズの対策がちゃんとできてる人なんか、ねうん、いないですね。そうですね。えー。まあ、なんで、まあ、実績残して、あのー、選ばれるようにしたいですね。実績残して。うん、まあ、なんか、すげえ無責任なこと言うと、はいまあ、なれる、はなれると思うよ。 す頑張りますだって、どっかしらのチームが、まあ、もちろんね、それは、えっ、ー、と、そういうちちょ、なんか、プローチームもさ、うん、まあ、本音を言えば若い方がいいと思うよ、もうちょっと。間違いないです、間違いないです。代前半とかさ、多少は、実力じゃ、ね、劣ってたとしても、うん、まあまあ、はい、今後どうなっていくかっていう期待値があるからさ、うん、いやそういう意味では、うん、えっと、まあ、そういう子たちに比べると、多少、 選ばれづらいというか、ハンデはあるかもしれないけど、その分経験、まあ、それは別に社会人経験って意味だけじゃなくて、プレイヤーとしての経験もあるし、実績、その特にまあカードゲームっていう肩書きはなかなか多分いないでしょう、他に今の格ゲーっていうか、スト5海外にも。まあ、そうっそうですね。うん、あんま、結構どっちの、なんだ、違うジャンルの対戦ゲームで、うん なんか結構どっちでもそのトップクラスまで上がってる人って、うん、あんま聞いたことないですね。そうだよね。うん、なんか、俺も、うん、うん、多分そのじ、なんか、実際は強いとかはもしかしたらあるかもしれないけど、ちゃんと実績としてそういうのがある人は、うん、なんか俺は知らないから、うん。まあ、そうですね。まあ、それがちょっと今、どれだけ価値があるのかは分かんないですけど。うん うありますあとはやっぱりそのもう一個問題だなって思うのは問題だなっていうか、はい、プロにはなれると思うんだけどやっぱりその35歳まで普通に働いてきたから、えー、そそなんていうか、まあ、贅沢を言わないにしてもね贅沢を言わないかったとしても、うん、それなりのさそれまでの生活のこうあれがあるから基準があるからあんまり舐めた契約がしたくないじゃん。はいはい 若い子だったらさまあ多少ちょっとんまあんこんなもんなのかまあでもじゃあバイトしながらやろうかなとかさまあでもこれからだしなとか思えるけどさ年齢的にもちょっとこうしあの仕事やってたらこれぐらい一応安定した収入あったのになんかプロになった子だと、うん、ちょっとうーんってな,なるとかって考えるとだからプロになるだけは簡単だけど自分の 考えとかそういうなんていうかこれぐらい欲しいなみたいなのに合うってな探すとなると、うん、まあちょっとまあ選んでいった方が選,選んでいく必要あるかもしれないよねうんま、うん、あ,あそうですねうん、うん、まあでもあのい個人的にその思ってるのはさっきも少し言ったんですけど、うん、ねえ 僕、この年までその働いてきたことで、まあビジネスキャリアもあって、うん、で、まあ多少なりとも蓄えもあって、うん、で、まあ今後、もう、生きていけないみたいな、もう食いっぱぐれてしまうみたいな、うん、風にはもう自分はならないだろうなとも思ってはいるんで、逆に、その、じゃあお金の心配だったりとか、 そういうのは、まあ、そこまでしなくても大丈夫だなと思ってるんですよ。なるほどね。だから、そのプロゲーマーになって、たくさん稼がないといけないみたいな思いはまあそこまでなくて。うん、どっちかといえば、もう今の専業プロたちと同じように、同じ土俵に立っていられれば、多分幸せなんで、うん、まずはね。そこを優先だとは思いますね、しばらくは。なるほどうん、うんうん でもそれはいいね。でかどうかは何とかそれは強みというか。そこがさ、カツカツだとさ、ね、やっぱ結構。まあそうっすね。それはあるっすね。選べなくなっちゃうから。うん。それはあるっすね。ちょっとね、今日ね、あの、なんか、メールがね、一応あったんだけど、これだとちょっと話せねえよなっていうメールだったから、話せねえ。逆になんか、 もし、その、あ、そうだね、なんかアクアの方から、なんか、一応プロゲーマー、十二年、丸々12年やってるんで、今年で13年目かな、もう。いやなんか聞いて、い直接聞いてみたいこととかもしあれば、もしあの皆さんで、ね、<laughs> あれば、ちょっとメール送ってくださいね。聞いてみたいことか、あ、でも、一、うん、個聞いてみたいなと思ったことはあって、うん。 やっぱこう新しいプロゲーマーとか、新しくこう、芽が出てくる子たちって、当然若い子が中心じゃないですか。当然っていうのはあれですけど、まあ、基本的には若い子が多いじゃないですか。でも、まあ、最初に梅原さんが言ってくれたように、この年齢になって専業を目指しますみたいなのとって、なんなら、 初めてレベルだと思うんですよ。まあ、あの、三太郎さんがやりてえとは言ってるんだけど。確かに。確かに。そう。でも俺、あの、自分のことでこういうのちょっとあれっすけど、こういうのもめっちゃいいなって思ってて、だってゲームじゃないとこんなんできないですよ。ああ、まあ、うこれ野球とかサッカーだったら、そうそうそう、リアルのスポーツだったら、うん。確かに。さすがにね、きついと思うんで。 だからこういう、でねあの僕みたいな人たちって僕みたいなっていうのもあれだなえっとプロよりも、まあ、ちょっと一個下の強さは持ってるけど、まあ、兼業で仕事もしてるからトップまではなかなかたどり着けないみたいな人たちって結構たくさんいる,いると思うんですよ。うんうん、だそういった人たちがね今後ちょっとゲームに専業で。 やってみますみたいなののを、あのー、モデルケースになったらいいなとは個人的にも思っててそういうのってやっぱ業界的に梅田さん的にどう,どう思いますそのお,おじゲーマーマがみたいなああまあうーん俺はねなんかねあんまりその年齢とか考えてなく、うん、考えてないっていうかまあまあその 勝手に、プロになりたい奴らは、ある程度年いってってプロになりたい奴らもうぜ全員なったは言い過ぎたけど、まあ、なったもしくはなりたいという姿勢を見せたでしょって思ってたから、勝手にね。はあはあ、だ今後入ってくるやつはどうせ若いやつだろって思い込んでたところに、悪はやるんだみたいな感じで、うん、まだいたみたいな <laughs> <laughs> 感じなんだけど。そう、だから別に、 あの、どうせ若いやつなんだろうなって思ってたけど、別にその年いってるからといって、うんうん、えっと、っていう理由で何かこう、なんて言うんだろうな、年いってるからいいとか、年若いからいいっていうの俺の中ではないんだけど、ど、まあ、っちかっていうと、まあ色、色だよね。色がちゃんとあるかどうか。うんうん,うんうんうん。うん、だそれこそかさっき言ったようにカードゲーマーならではの、その攻略の仕方だったりだとか、まあ、単純にその e スポーツ、 業界で働いてるから、そういう、なんていうのかな、視野が広がったりっていうので、うん、色があるから、うん、おじっていう部分は別に俺はどうでもいいんだけど、はいはいはい、はいうん。だけど、いいんじゃないっていうか、あの、色が、うん、ちゃんとあるから、色があればいいかなまあでも、確かに、年いってて色ないとさすがにきついだろうから <laughs>、年齢、うん、年齢っていうか、その、 色を出すための猶予期間だったりするからね若い子に比べてもねその15年間ぐらいかねでそれで十分何かこう、うんね、あの色があるだろうからまあ全然全然いいと思うけどねうん、うん、全然プロに、ねね、なれる、うん、ぜまあ自分でもねまあどっかしらっていうかまあプロになれるだろうっていうあれがないとさすがに踏み切るにしてもあれだろうからうん、うん、まあまあ本当にそうっすね、うん、完全無謀だとは思ってないですけどうん 全然うん、でもね、あの結構もうみんななったって言,い <laughs> 言われてましたけど、うん、多分ね、むちゃくちゃいますよ、俺みたいなやつ。あ、そうあ全然いますよ。同じぐらい、まあ、いろんな理由が、うんまあ、いろんな理由があって続けられない人が多いと思うんですけど、うんうん、家庭とかもいろいろあるし、別にそこまで言、まあ、うてゲームでしょみたいな人たちも。 多いと思うんで、うん、あれですけど、うん。時代が時代ならプロになってた人たちはやっぱっ結構多いと思うしあそれはあるよね。今でも同い年ぐらいで一緒に頑張っあーゲーム頑張ってるけど、まあ、兼業でやってる人たちも、まあ、やっぱいるし、うん、あ6で、うん、まあまあ結構いろんな人出てくるんじゃないかなとは思ってますけどね個人的に。 うん、でもさ、うん、思ったんだけど、36歳でさ、プロになったらさ、うん。記録なんじゃない他にそんな、<laughs> いるかな記録記録じゃないそれは。そう<が> <36 S 2> に載ったの。ななも何を持って記録すんのかむずいっすけどね。プロゲーマーそもそも定義むずいし。いや、でもそれ、それ、いや、例えばギネスなんか結構曖昧だぜ。はい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 。うん、だから、別に言ったもん勝ちだよ。一番、 世界で最も年いってプロになったプレイヤーみたいな。多分、多分 FPS で60歳のおじいちゃんとかいるっすわ。ああ、そうかそうか。<laughs> じゃあ、そっか、結果を出しただったらいいんだよ。最もっとも、なんか、無理やりだけどね、その記録もね。<laughs> は,いはいはいはい。もっとも高齢でプロになって、かつ、なんか、大会勝ちましたとかだったらさ、なんか多分、それぐらい、なんかこう、ややこしい記録でも大丈夫だったりするから。 ねね、そうそうそう。うん。へえー、そっか。うん。それは、思います。そう、出会った6で、そういう人が出てくるなと思ってるから、うん、だから、そ、そこまでに準備完了してきたいと思って、うん。で、このタイミングあったんですよね。なるほどなぁ。うん、なんか、6と同時だったらきついじゃないですか、ちょっと。ああ、まあね。確かにね。うん、準備してても、いや、でもさ、これでさ、じゃあ、例えば、じゃあ、アクアがプロになって大活躍したらさ、 普通、はい、普通ね。普通は、はい、プロゲーマーのセカンドキャリアでなんかがあるじゃん。はい,はいはいはい。プロゲーマーそのものがセカンドキャリアになるってなったら相当面白いよね。うん、まあ確かにね。で、でそこゲーム、ゲームならでは、だから e スポーツならではだから、めっちゃいいっすよね、うん。そうだよね。まあだから普通のスポーツだと100%ありえないことで。うん。で、ちょっとわ、わ,わかんないっすけど、うん。将棋とか麻雀とか、 だっったたらあったりするんじゃないですか、ね、いやまあ将棋はもう子供の時からやってないと多分無理で。でマージャンでもねなんだかんだでマージャンもあでもどうなんだろうなまあでも年いってから強くなるっていうのは結構難しいと思う、ねうん、マージャンも。ある程度やっといてだっさらしてプロ雀士とかで活躍するはあってもでもそれって若い時にやったよねっていう話で完全に年食ってから始めるっていうのはまあない。 だろうねでも若い人が勝ってるっていうわけじゃないね、うん、マージャンは。結構年いった人たちが勝ってる。そうですよね。4十超え、ねうん、50手前ぐらいの人たちが強いから、あれは割と経験が生きるゲームっぽいよね。うん,う,んうん。うん。格芸もそうだから、これでね、FPS とかだったら <laughs>、ちょっとあれなのかもしれないけど。うーん、うん、まあそうですね。うん。まあ、そこもわかんないですけど、やっぱ20代で引退した子多いですからね。うーん、あれだけ人口多くて、 うん、例外が出てこないってことは、まあそうなのかなって思っちゃうよね。まあ、うん、そうですね、うん。言うて結構歴史あるから異常、異常なのかもしれないですね。格ゲーは、だからあの、俺思ったんだけど、やっぱ f p、うん、ちょっとね、この間話したの、うん、FPS と格ゲーの最大の違いはい、やっぱり、あの技をいい合わしたり、ガードできたりするってことなんだろうなと思ったはい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 。FPS、はいはいはい、だとさ、基本的に打つっていう行為を、 よけれないというか、はい、打つがもう、先に打つ行為が100%、うん、正義だから、だから早いっていうのがもう全てに勝る、早く正確っていうのが全てに勝ってて、はい、考えって早く正確なのはいいんだけど、はい、そこにどうしてもさ、うん、例えば地上戦だったらさ、踏み込むかどうかっていう、そこのじゃんけん要素があったりするから、からそのじゃんけんって、あの、 じゃんけんというか、まあ、読みかな。経験から来る読みみたいなのが、ちょっとおじさんたちが頑張れる要素だったりするのかな、とか思って。うん。反応も大事なんだけどね。だからそれを可能にしてる、ゲーム的に可能にしてるのが、ガードと、あの、かわせる、透かせる。要はリーチが無限じゃないよっていうのは、その FPS と格闘ゲームはすごく分かりやすい対比だなと。 うん、見つかったら死ぬっていうゲームじゃん、基本その。だけど、あの別にら、ガン、ガン見されてるんだけど、一応その生きる手段がいくつもあるっていう。そう。まあうん、確かにね。格ゲーでね、用意ドンって、早くボタン押したら勝ちみたいな場面ないです、ね、<い>基本的に。ない。うん。うん、だから、ある特定の技に反応しなきゃいけないっていうのはあるけど、うん。踏み込、なんか、踏み込んできた、その、 ね合に入ってたとしてもその通常技を押すのに何フレームかのディレイがある以上は透かされるリスクが絶対にあるからって、うん、なると踏み込んだ段どの段階でボタンを押すかっていうそのじゃんけん要素は絶対生まれるんでじゃんけん要素というかまあなんかそうタイミングというか,かそこであなんかそれがあるからそこまでこう加齢によるハンデがないのかなっていう,うん、うん ふうに俺は思った。FPS をちょっとやって。はいはいはい。うん、確かに。使って終わりは、ちょっとやっぱきっちいなと思ったね。やってて。うん、<laughs> 絶対打ち勝てないからさ <laughs>、うん。戦略もすごい大事だっていうのはわかるんだけど、でも、とはいえ1対1になった時に絶対こっちが死ぬっていうのはやっぱでかいよなと思って。そうっすね。うん、まあだからやっぱ格ゲーだったら、うんまあ、今後どんなゲームになるかわかんないですけど、うん うんまあ、少なくともストシックスってそこまで大きな変化なさそうじゃないですか。そう、あの、劇的な変化は。基本的なその格闘ゲームのルールは一緒だよね。そうですね。だからその、ね、今のトッププロたちがもう年齢的にきついとかなる未来も全然想像つかないし、うん、まあ梅原さんとか勝てなくなるとも想像つかないし。だから、まあ、年齢的に今更って、まあ、正直自分でも思うんですけど、うん あの実際、自分より自分と同じ年齢とか、自分より上の年齢でトップ張ってる人たちがいるんで、うん、だから俺も挑戦できますね。うん、そこはねあの、今のプロの人たちが、あの今頑張ってくれてるのが、うん、なんか目指す目標になってて、ありがたいなって思いますわ。確かにこれでもう軒並み、うん、軒並み、おじさんたちがやられまくってたら、ああ、やっぱそういう世界なんだなって、いくらゲームとはいえ、うん。 無理なんだなみたいなそした,そしたら無理ですけどねうんまあまだ大丈夫でしょっていういやでももしこれで俺6をちゃんと前線でやれたらうん、うん、ワンチャン20年とかやれるっちゃうわけじゃんプロプロですねそうっすねそうでしょしかも30から始めて20年だよ、うん、確かにめちゃくちゃいい仕事だねそう考えるとね <laughs> 30から始めて20年やれたら美味しい 美味しい <laughs> 何を持っておいしいとか分かんないですけど美味しいまあまあまあ、うん、いやでもそれ業界的にも超いいっすよっ e スポーツ業界をなんか目指すっていうのが、うん、いや短命だからやめといた方がいいとかネガティブなこともなくなるし、うん、そうだよね超明るいっすよいやマジでなんかみんな格ーおいで格ーにおいで本当。もっと格芸 <laughs> みんなやろうぜって思格に、ね、おいですげな長く長く生きていけるよ <laughs> <laughs> 日本のねレベルも高いし そう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 。なんか前にフードと、こう、ね、若い子を格芸に引き込むには何て言えばいいかって話をしてたときに、やっぱ日本が強いのが最大の売り文句でしょ、みたいな。<ー>そう、確かにな。まあ、スポーツとかでもさ、日本が強いスポーツってね、国内で盛り上がるけど、世界で通用しないってなると、まあちょっとやっぱ日本国内力入れづらいっていうこがあったりするもんね。 そうですね。チームとかも作りにくいですしね。そうだよね。うん。おいで、息も長いよ。来年、来年ビッくりなんで、今のうちに頑張りましょうよ。頑張ろう。目つけてる、目つけてるキャラいるの目つけてるキャラキャラすかいや、僕ずっとダルシム使いなんで、ダルシム使いますよ。ダルシム使い <laughs> いや、ごめんなさい、嘘です。<laughs> <laughs> 全然嘘です。あまりにも強そうすぎて。あいや、でも俺ね、そんなね、パッと見の強さがまんまなるとは思わないけどな。こんだけ言われてるし。そうですね。うん、意外にね。なんか<あ>うん弱点ありそう、ちゃんと。いろいろ、で、結構他のキャラも、なんか映像だけ見てると強そうに見えるから、うん、全然わかんないっすね。そうだよね。なんかぜ全部強そうだよね。全部強そうに見える。全部強そう。いや、すげえ、 久しぶりに全部強そう。とりあえずでも、やっぱ6のキャラ選びは妥協しないつもりではありますね。ああ。俺ね、うん、なんかね、あの、何キャラか、やっぱ押さえといた方がいいのかなと思った、6は。押さえる使えるようにする。うん,うん。はいはいはい。なんか、1キャラ2キャラだと、やっぱ渡りがきついなっていうか。ああ<ー>。調整入った後のね。はいはいはい。うん、その、なんていうか。<laughs> そうですね。だその、新しく練習したキャラが、 最低でも2年持ってくんないと、うん、その、強さ的にね。うん、投資が無駄になると思ってんのね。うん、よっぽど簡単なキャラじゃない限りは。うん、だから、そればっかりはもうわかんないから、メーカーの気分だからさ。気分というか判断だから。そうですね。そう,、ね、そう考えると、なんか、渡るのに1年かけてらんないというか、ってなると、うん、あ,るある程度事前にやっとかないと、うん。うん、厳しいのかなっていう。 まあ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 、確かに、うんうん。まあでも楽しみですね。うん、なんか、もう多分俺言い訳もできないから、ストシックスになったら。兼業だったからみたいな言い訳も全くできないから。<laughs> 俺の経験上ね、うん、プロ1年目の人はね、あれなんですよ。フィーバーするんですよ。へえ、はい。あの、やっぱやる気が違うから。 まあ確かに確かに。うん。もうね。モチベっすからね、なんだかんだ大事なの。そう。そう,そう,うん。1>, 1年目はね、本当にその人は俺、俺は今まで見てきたけど、まあ、1年目とか、その東京に来たとか、はいはいはい。なんかその、なんていうんだろう排水の陣になった人たちは、うん、やっぱりね、その年すごい活躍するなって印象がある。なる,なるほど、なるほど。 まあ確かに。いやでも、それはでもすごい、なんか、理由も納得しますね。モチベっていう。ずっとやってられるからね。ゲームをね。そうですね。それもありますし。あとやっぱこう、ね、1年目で結果出ないと悔しいじゃないですか。うん。うん。悔しさ味わいたくないから、必死にやるだろうし。じゃあ、1年目のアクアは、マークしといた方がいいんだね。注目しといてください。あいつやる気らしいから、あいつやる気らしいから、あいつのキャラはとりあえず。 対策しとくかみたいな感じで <laughs>、うんけ。結構マークされそうな気がするけど。うん。現時点でも、でももう、少なくとも名古屋王者に関して言えば、アクア評価すごい高かったよ、はい、みんな。ありがとうございます。うん、名古屋結構やりましたからね。あ、そうなんだ。みんなと。うん、はい。いや、もう。やりました。うん、いや、もう、あてか、アクアさん強くねみたいな感じでみんな言ってたから。知らないからね、多分ね。まあ、なりくんとか。 ア、はい、キラとかは、アクアのこと知らなくないあ、一応、こう交流はあって、ナリ君、シーズン2の頃、息吹使ってたんで。うん。だからもうなんか、ナリ君は、そう、ナリ君と一緒に息吹やって、うんうん、あり、あと、アキラ君は、実はね、仲良くて。あ、そうなのど,うなんどんな接点が。なんか、ほんね、まあ、なんかスト5の身内みたいな感じで、うん、僕が復帰した時に、 あのーまあ、やっぱ誰かに教えてもらいたかったりもしたんで、もともと仲良かった人たちのなんかディスコードグループとかに入って、でそこに晶君もいて、たまに喋りながら対戦もしてたりしてて。うんえー、まさか、こんな強豪だとは彼も思わなかっただろうな。<laughs> <笑><笑> いや,<ー>いやでもやっぱスト5復帰して俺正直勝てないだろうと思ってたんですよさすがに、うん、まあ新キャラっていうのはあったと思うんですけど、うん、意,外意外といい勝負す、ね、意外と勝てるうんうん、なんかでも俺思うんだけどアクアぐらいさその考えるのに、はい、なんかそういうもともとねカードゲームで慣れてたんだったらあもちろんまあ、はい、ききょ競技者としてやりゃいいと思うんだけど、うん、需要としては攻略考えてくださいみたいな需要ありそうだけどね、うん 考える苦手な人って多いから、<ー><係>そうですね。いや、それはすげえ思いました。うん。その、<あ>センスはあるんだけど、うん、普通に対戦は強いんだけど、みたいな、ちょっと攻略立てるのが苦手みたいな人って、結構多いと思うから、はい、かうん。うん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 。うん、そうですね。僕もその、仕事辞めて専業になるっていうのに至るまでの考えの中で、うん、じゃあ来年のストリートファイターリーグにはコーチ枠できんじゃねえかとか。あー っていうか自分がその枠の最小になるのもありなんじゃないかとか、うん、別に俺チームのマネージャーもできるし、それでどっかに売り込むのもありなのかなとかも考えたりもしました。全然あの知ってればね、そのアクアがどういう経歴でとかっていうのまで、うん、とかのプレイスタイルとかまで知ってれば、うん、その需要は普通にありそうだけどな。そうですね。うん、結構できる自信もありますし、結構、まあ、今後の可能性として、 あの全然考えてはいますね。うん,う,んうん、むしろ。うん。ええ。まずはそのプ、プレイヤーとしてやりたいのがあるんで、ね、あそこを目指すとして。そうだよね。うん。俺、そういうね、なんかこう、攻略とか、その知識的な部分をサポートしてもらえたらすーいいー、すげえいいなって、すげえ前から思ってて。うん、は,いは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 い。うん。あのー、まあ、わらきわ先生って人が、先生、はいはい、先生は勝手に呼んでんだけど、はいはいはい なんか結構そういう、いろいろネタを提供してくれて、それで組み合わせの有利不利にね、影響があったりとかってあるんだけど、なんかああいうのは本当に、俺やっぱなんか、まずは体に覚え込ませないと不安なタイプの人なのね。これ、あの、大事な勝負の前とかは逆にプレイ時間よりなんか考えてる時間の方がなかったりするんだけど、ずーっとトレモしたりとか、それこそ、 文字で起こしてとかっていうのは、俺もやったりするんだけど、普段は結構プレイに寄っちゃうんだよね。うん、で、そういう時に、その、例えば、昨日とかもさ、もう対戦何時からやってたっけな、ね。今日はでもまだ遅かったけど、昨日とか、2時から、なんかずっと12時ぐらいまで対戦が詰まってたりするわけ。考える時間ないじゃん。<laughs> ないっすね。そう、だから、うん あのー、なんかそういうね、サポートがあるといいなって思うから、なんかはやもうそろそろ、格げもそういう段階に入るんじゃないかなってそう,う、うん、気がするんかまそういう人を雇っても、うんと、賄えるような状態になれば、ありえますよね。うん、まだちょっときついかなって気がするんですけど、うんうん、余計にもう一人選手を雇っても、ね、その人に起きる払って。 でもそれでもチームにメリットがある状態になれば多分 FPS とかモバとかはもうそ,うそ,うその段階な、ねうんで、うんうん、賞金とかやっぱすごいからいやーすぐそこまできつい気がするけどなー甘,い甘いかな見通しいがいやでもかなり近づいてはきてると思いますし、うん、やっぱあとはプロの人たちの結構影響力もっともっと伸ばしていって、うんうん 業界的にファンを増やしていくのは必要な気がしますねう。うん。ちょっと、なんか、ありだよなありだと思います。うん、全然、うん <coughs>。うん。じゃあ、あの、諦めたときはちょっと、<laughs> 競技者諦めたときはちょっと。わかりました。攻略班としてちょっと。えそうですね。ねそういう。 セカンドキャリアがあった方がより選手を目指しやすくなりますしね。うん、あまあまあ、競技者で、まあ、もちろんいける、いけると思ってるけど、まあまあ、それぐらいなんか幅広い需要がありそうだから、なんか飛び,飛び込んじゃって、うん、なんかいいと思う。じゃあ、あの、一応、はい。ええ、時間なんで、エンディングを流しますね。はい。 顔が消えるのかなんか、もし最後にこ、こ、はいまあ、言いたいことというか、視聴者にビールしたいことなんかあれば。とですね。うん、えっと、まあ、まずは今日は、あの呼んでいただいてありがとうございました。ああ、いえいえ、あの、はい。ゲストが、ゲストいつもね、頭悩ましてるんで、むしろ <laughs>、ね、一,回一回考えなくて済んだんで。こちらこそありがとうございます。なる,なるほど、なるほど。 またなんかもしあのいい機会があったら声かけさせてもらいます。で今日あの話したようにその僕先月で仕事を辞めて、うん、えでまあプロゲーマーに専業してこれからやっていこうって思ってるんですけどなんでそういう考えに至ったかっていうのを、うん、あの僕のノートにあの文字でまとめていて、うん、あのもしまだそれ 見てない人がいたら、あのぜひ読んでほしいなって思ってます。なるほど。うん。うん、で、それを読んでくれて、あの。まあ、もし興味持ってくれたり、応援したいなと思ってくれたら。あの。まあ、ツイッターのフォローとか、あと配信も結構ツイッチで。今、結構毎日ぐらいやってるんで。<ー>それも応援してくれたら、嬉しいなって思います。はい。はい。じゃあ、頑張って。 応援しますよ、私は。ありがとうございます。頑張ります。対戦もいっぱいしましょう。また、また、需要がそのうちどうせ来るんで、その時に。2周目がね、また来るんでね。じゃあ、そんな感じで。梅原さん、結構ローズと対戦する可能性ありますからね。そうそうそう、俺が多分一番真面目にやらないといけなくて。うん。いないんで。ぜひ。はい。 じゃあまあ、そんな感じで。はい。なんかまたあったら、なんか相談,な相談とかでもいいですし。ああ、わかりました、まあ。気軽,気軽に、私は業界に長くいますから。困ったことがあったら言ってください。りいはい。させていただきます。はい、はい。はい、じゃあまあ、頑張って。ありがとうございました。いはい、お疲れさん。はい,い,い。お疲れ様でした。失礼します。